長野県木曽町は平成17年に木曽福島町と日吉村、御岳村、そして海田村の4町村が合併して生まれた町です。旧木曽福島町のど真ん中を流れる木曽川、川岸に軒を連ねる崖屋造り、狭い谷合いの土地で暮らすために川に張り出す形で家を建てた先人の知恵がうかがえます。木曽谷では一番広い空が見えるという海田高原、ここで今かつては名馬として誉れの高かった木曽馬の保護と育成が行われています。旧海田村の海田高原振興公社に委託管理してスタートした木曽馬の里、木曽馬は北海道の道産子や宮崎県の岬馬と並ぶ日本在来種の馬です。平安時代の末期、木曽義仲が京都へ向けて挙兵した時、木曽馬は名馬としての評価を高めました。昭和に入ると体の高さが平均135センチと小柄なため、軍用馬には不向きという理由で冷遇されてしまいました。一時は絶滅の危機に瀕しましたが、現在はこの木曽馬の里だけでも37頭が、全国ではおよそ150頭が育てられています。この海田高原は昔からの木曽馬の生産地でした。この海田っていうのはどちらかというと、その使うというよりは生産地なもんですから、そんなにきつい仕事には使わなかったというふうに言われてますけども、その市場で売られていって、長野県内だけじゃなくて岐阜や愛知の方にも行ったみたいなんですけども、その各地でやっぱりいろいろ農耕馬だったり乳馬だったりして使われてますんで、まあ、こう寒いところですからお米が取れないということで、まあ、地主さんっていうのかな、この辺は馬地主というんですけども、馬を持ってる方が小作人に馬を貸し付けて、で一家に大体 2,3 頭馬を飼っていて、それを売却した値段、お金を地主さんと小作人で分けて生活をしていたというふうに言われてますから、よりこう密接な馬を介して人とのつながりがより多かったと思ってますね。農耕や荷役など人々の暮らしの中で育ってきた馬なので、性格も穏やかで人との触れ合いにも慣れています。それに厳しい環境の中でもたくましく生きながらえていく力を持った馬です。そうです。まず見た目で言いますと、ずんぐりむっくりな胴長短足の体型をしているのが一番目に飛び込んでくるとは思うんですけども、その体型とですね、穏やかな性質で、あとお腹がポテンとこう出てるっていうんですかね、それが馬の平均に比べても盲腸が大きくなってるもんですから、だからこそ粗食に耐えるというふうに言われてます。その昔には飢饉が起こった時にですね、普通の他の地域の馬では穀物を食べさせないと飼育ができなかったもんですから、人と餌を競合してしまってだいぶ馬を殺してしまったっていうことも残ってるんですけども、この辺りでは草だけでも十分に育つ馬だったもんですから、そんなに多くの馬を殺さずに済んだというふうに聞いています。今では木曽馬は子どもたちや観光客に人気です。性格が穏やかで優しい木曽馬は誰でも触ったり乗りこなすことができます。お祭りやイベントにも参加して、そこでも子どもたちの人気を集めています。今長野県木曽町では、木曽馬の穏やかで人に慣れやすい性格を生かして、馬との心の触れ合いを軸としたホースセラピーの研究を東京農業大学と連携して進めています。
およそ10年前、地元の木曽養護学校の生徒たちが遠足でやってきた時に、馬の学習の授業ができないかと試みたのがきっかけでした。思いがけないほど子どもたちは馬と仲良くなり、馬との触れ合いを楽しんでいました。木曽町では将来はバリアフリーの施設を整備して、広く各地から障害のある子どもたちを受け入れようと計画を進めています。無理に、馬に関わるっていうことは基本的にしないんですけども、その特定の子たち、馬を使い返した何か学習ができないかなと模索する子たちがですね、定期的に来まして、乗るという子もいますし、中には餌をあげる、触るという子もいますし、たまたその馬に乗れなくても、そのこの場所にいることによって気持ちが穏やかになるということで来てる子もいますし、その馬を単純に使うというだけではなくて、この場所を有効に使ってもらうというのが一番の目的です。貴重な日本在来馬の木曽馬たちに、今もう一つ大切な役割が託されようとしています。